三沢隆之の色なるほど岡部大学本日も始めていきます。撮影しているのが2024年の6月10日の夜の時間帯に撮影をしております。 このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートにンいておく方をお伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。日経平均の解説は銘柄解説をしておりますので、ぜひ参考にしていっていただければと思います。で、僕のやり方っていうのは1日10分のトレード方法です。まあ、そのあたりですね、計4回の講座が概要欄にございますので、ぜひご登録していただければ幸いです。はい、ということでですね、まあ、本日はですね、えーと、個別銘柄注目していこうかなと思います。今回、積水ハウスという銘柄ですね、えっ、ー、とまあ、チャートとですね、まあ、今この会社は どういう状況なのかっていうのを少しですね、解説していこうかなというようなところです。はい、ということでですね、えー、と、ま、積水の今、チャートを表示させているんですけれども、まあ、流れていくとですね、まあ、散々上昇をしてきましたと、まあ、去年の10月ぐらいからですかね、まあ、全体でいくとね、この1年ずっと上昇してましたよっていうことで、まあ、あの、去年の1月ですね、2023年の1月ぐらいからカウントすると、まあ、そうですね、まあ、倍までいかないですけど約、ま、ね、1.5倍以上にはなってるかなみたいな銘柄です。 はい、そんなところですかね。じゃあ、この銘柄がじゃあどうなんですかというところを少しですね、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。ということでですね、関、ま、西、あ、ハイズが最、えー、高値を、えー、と更新しましたよというところです。ちなみに更新したのは、えー、とここですね、ちょうど、えー、と6月6日の時点かな。6月6日の時点でこういうふうに、ね、あの上冷えをつけているような感じで、まあ、これ更新したというような感じにはなります。 はいということで、積、ま、水、あ、ハウスがですね、えー、と上場来最高値をですね更新したというようなところになるんですけれども、じゃあ、まあ、とりあえず要因はどうなのかというところで、株、え、価、ー、上昇の要因ということですね、えー、と連結純利益の情報修正が、まあ、まずありましたよというようなところです。えー、2025年1月期のですね連結純利益の、えー、と予想をですね2090億円に情報修正したというようなところです。まあ、簡単に言うと、ですね予想を上回った結果というのが、まあ、一つ要因で言える。 かなとというところ。2、えー、つ目がですね、連結売上高の増加というところですね、まあ、連結売上高はです、ね、過去最高の3兆8750億円というね、まあ、前期から比べると25%増えていきましたよというところ。 でですねまあ、これが従来予想をです、ね、上回っているというところがまあ1つ、ね、株価にまあだいぶ影響を与えているんじゃないかなというところ、はい3つ目ですね。3つ目の要因として増配の計画ですね。まあ、シンプルに増配になればです、ねまあ、当然株を買う人がいるという形になるんですけれども、まあ、今回です、ねえー、と年間配当予想、1株当たり129円になりましたよというようなところです。と、はい、いうことで、まあ、従来予想よりもやっぱ上回っているという。 ですねまあ、なので、いろいろニュース的にはです、ね、結構上回っているところがすごいあるかなという内容になっています。はい、ということで,です、ねまあそう、あとです、ね、このなんでじゃあ純利益ど増えたんですかというところで、まあ、簡単に言うと買収しましたと M&A したんですね、MDC ホールディングスというところをです、ねまあ、4月にえと買収をしたというような。 ところですね。まあ、ここが、まあ、えっ、ー、と、連結対象に組み入れているっていうところですね。まあ、シンプルに売り上げあるところをね、マンデーしてったらまあ、それは売り上げ上がってるよっていうところにはなるんですけれども、まあ、そのあたりからもですね、踏まえて、えっ、ー、と、次ですね、次の要因、えっ、ー、と、住宅販売の回復ですね。まあ、結局、住宅結構売りましたよっていうところにはなります。はい。まあ、そんなところです。 はい。で、円安効果ですね。これがまあ3つ目の要因ということで、まあ、株価に直接関係あるかどうかってのはあれなんですけど、まあ、今もね、円安、まあぜ、絶賛進んでいるようなところになります。まあ、円安になるところはですね、まあ、円安になると自然的になってですかね、やっぱあの海外に、ね、ビジネスしている会社からしたら、一応利益がね、増えているという,ようなところになるので、まあ、そんなところも一つあるかなというところです。まあ、どうしてもね、円安効果っていうのはかなりね、でかいかなっていうようなところにはなります。はい。 でですねまあ、ここはまあちょっと、ね、注意していかなきゃいけないところなんですけれども、有利子負債がです、ねまあ、増加しましたよというところです。えーとね、先ほど、ね、あの買収したというお話をしたと思うんですけれども、まあ、買収したことにより、1、ま、兆、あ、円増加しましたよというようなところです。はいまあ、2025年の1月期にに自社株買いを実施しない方向からじゃああの、こんなニュースがありましたよというので、ちゃんと実際見ていこうかなというふうに思います。 はい、で今ですね、実際これ、チャートを開いているような形になるんですけれども、まあ、実際ですね、最高値を一旦つけてから、まあ、下落下落っていうような形になっているようなところですね。まあ、ちなみにこれ、チャートでいくと、まあ、あの、高値をね、まあ、上ヒゲで結局超えて、まあ、気こをね、超えられなかったみたいな感じにはなるんですけれども、まあ、一応、線引くとしたら、まず前回高値のところでまあ引いてあげるよというような感じですかね。まあ、ちなみにあと1000引くとしたら、とりあえずこの辺と、この辺かな。 はいでえー、とテクニカル的にも見ても、まあ、なんとなく。 あのここへちょっと行ったり来たりねちょっとしそうな感じにはなってきたかなと思います。まあ、今回、まあ、まずちょっと注目していきたいところはこういうふうにですね、まあ、あの前回高値をねずっと更新してきましたよっていう銘柄でも、まあ、基本的にはねこういうね線を引いていくってことはすごい重要なので前回高値とね前回野生の線っていうのはまあ基本バン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 引いていった方がいいかなというふうに思います。まあ、ちなみに僕の線の引き方はあのまず長く引くっていう感じですね。長くってどういうことかっていうと、まあ、2点あったら、まあ、前回 高いなんで、まあ、ここもね、僕は結構こういう風な感じで長く引くような感じになるんですけど、こんな感じですね。なんで、ここで長く引いてあげると、こことかこことかが抵抗してるっていうのが分かるかなと。でもう一つが、えー、と並んだらなんで、えーとまあ、こういう感じですね。あの同じ、えー、と1日2日で、えー、と同じように感じで並んだらこういう風に線引いてあげるというような感じです。まあ、ただ、これをね、バンバン引くとちょっと見づらくなってしまうんで、まあ、最近引いてないんですけど、まあ、引き方としては2種類あるよと。 簡単に言うと、長く引くパターンと短く引くパターンというような感じです。まあ、こういうふうに感じで引いてあげるといいかなと。で、僕が結構意識しているところでいくと、一応前回高値更新はしたんだけれどもというところで、更新した際に、ローソク足の実体ですね。実体があの前回高値を超えている方が、まあまあ、 伸びていきやすすくななるううような感じですね、えー、例えばどういう状況かっていうと、ここで説明していくと、例えばこういうふうに線を引くじゃないですか、これ全開高なのね、えー、とこれ線引いたときに、この日の陽線、えー、その前の日ですね、3月27の陽線は上ヒゲを引いた陽線になるので、まあ、ここは、 実際ねあの、要は胴体が前回高値を超えてないんですよ。なんで、ここは別にエントリーはしないところ。で、いにしていくとするならば、前回高値をちゃんと超えた、胴体で超えた、ここですね。この要線でエントリーしていくのはありかなというところ。 まあ実際に、ね、高っていくことにね、ここなってしまうので、あの実際にここで利益っていうことにはちょっとなりづらいんですけれども、まあ、その前とかね、えー、と見ていくと、まあ、例えばまあ、ね、一つ引いてあげるのはここですね。ここで引いてあげることができるかなと。まさにね、この前回高値、この胴体のところ、を前回高値が意識された、この次の日の,あの要線ですね。こういうところっていうのはですね、まあ、前回高値更新しましたよっていうので、まあ、購入してあげるのが、まあ、どこで利食いするんでもいいんですけれども、一、まあ、つはね、こうやって並んだところがあるんで、この陰線とかね、 この陰線は結構手締まいしやすいかなってところですね。あ、こ,こっちね、こっちの陰線は、はちょっと、あの、 なんだろう適当な陰線っていう感じでね、リグイにはできるかもしれないですけど、まあ、この辺でリグイしていくことっていうのは全然できるかなというところです。まあ、ちなみに僕は結構ビビリだったりするんで、ビビった場合は、この陰線とか、こういうね、上がった陰線っていうので全然リグイしていくこともあるよっていう感じです。はい。で、じゃあ今回は、じゃあそういう観点で見たときに、前回高値を確かにこうやってこうしたんだけれども、結局上髭だけつけたっていうところですね。で、上髭だけつけた状態だから、まあ結局ここで買いを入れていくっていうのは、まあちょっと微妙なんだよねっていうお話です。 逆に、ここを、要は、あの、ロうソク足の胴体が越えていく場合ですね。胴体が越えていく場合は、うまあみるみる上がっていく可能性っていうのは、まあ、高いかな、という風に思っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、もう一つ、久しぶりにちょっと、ね、あの、この青い線ってそもそも何なんですかっていうね、ボリンジャーバンドを僕表示させています。で、ボリンジャーバンドの使い方、まあ、いろいろは正直あるんですけれども、僕がシンプルに使っているところでいくと、あの、上髭を、 刺した場合ですね例えばこのえっ、ー、と今回これ上髭じゃないですか上髭がぶっ刺さりましたっていう感じなのでまあ、どっちかって言ったら刺さっているとまあ、逆あ下がっていると、まあ、逆にあの下髭がねぶっ刺さった場合は上がっていきやすくなるみたいな感じになりやすいです絶対ってわけじゃないですけどねまあ、なっていく可能性が高いよっていうところですね はい。まあそんなところです。まあちょっとね、あの移動平均線の売買っていう感じではないので、ちょっと逆張り式になってしまうんですけれども、まあそういう観点も見てですね、まあ結局前回高値をこうやって超えていかなかったところ、で、なおかつ、あのボリンジャーバンドにね、上ヒゲがぶっ刺さったところっていうような感じで、最大高値にはなったけれども、まあここで買いを入れていくっていうのはちょっと避けた方がいいよねっていう判断。逆にこれが、あの、一気に上がるときって一気に来るんで、で、あの、 ボリンジャーバンドの特性として、まあ、よくね、スクイーズからエクスパンションみたいな言い方をするんですけれども、まあ、例えばこういう状況です。あの要は、同じところを行ったり来たりしているとき、まあ、今の、ね、相場もそうなんですけれども、ボリンジャーバンドがこういうふうにあの小っちゃくなるんですよ。こことかも小っちゃくなりますよね。でトレンドを築くときっていうのは、一気にこのバンドがバッと広がっていく傾向にあるよと。まあ、なので、あのこの辺ってね、まだあのボリンジャーバンドがちょうど縮んできましたよっていうところなので、これが一気に超えていくと、要はバンドウォーク、あの スクイーズからエクスパンションして、そこからバンドウォークですね。まあ、バンドウォークってあの、このボリンジャーバンドゾいンにですね、バーって沿っていく現象になるんですけれども、まあ、バンドウォークして上がっていくってことは全然考えられるかなっていうような感じです。まあ、その際もですね、どちらにしろあの開くってことがすごい重要なので、開くって何どういうことかっていうとこの、このボリンジャーバンドがバーって開いていくような感じですね。 なので結構これねあのー、この状況バンドウォークっていう形にはなるんですけれどもまあ、ゆるゆる上がっていく場合っていうのはやっぱねあのゆるゆる上がっていってくれる場合が結構多いので、まあ、ボリンジャーバンドはそんな風にね僕は活用しているよみたいなご紹介になります。 はい。まあ、そんなところですかね。まあ、なので、たまたまですね、今回、積水ハウスという銘柄をつえ、ね、まあ、解説していったわけなんですけれども、まあ、基本的にはそういうふうに、あの、胴体をやっぱ超えていくっていうことがね、あの、テクニカル上、すごく重要になっていくかなというふうに思いますので、今後ね、もうこの銘柄全然注目していっていただいて OK なので、まあ、あの、先ほどもね、線引いたように、まあ、この辺ね、一旦下がってね、この、行ったり来たりしたりとか、あとは、あの、まあね、いろいろニュースはあったけれども、結局このまま下落していくってことも考えられることはあります。まあ、ただ、これもし上昇していくんだったら、まあ、 っっててて書いいいた金を超えていくタイミングっていうのは一つエントリーの指針にななるかなと、まあ、そうい、ううう風に見てていいいいいいただければすすごいいいのかなっていうようなっよところですねはい、そんなところです。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、積水ハウスという銘柄から、まあ、実際、業績がどうなのかっていうところの解説、そして、テクニカル上どういうようなところなのか、まあ、今回久しぶりにですね、ボリンジャーバンドに関しても触れてみました。まあ、ぜひですね、まあ、なんかそんな感じのあ、ね、他のチャートもこんな感じで見ていくのかなみたいなのはね、こういうチャートの見方を参考に見ていっていただければ幸いです。はい、ということで、今回の動画はこインて 以上になりますよかったなと思ったらぜひチャンネル登録・高評価ボタンを押していただければ幸いです。それではありがとうございました。株好きの方へさらに手法を広げてみませんか株を始めてみるとこのままうまくやっているのか とか尊敬の仕方が分かんないんだよねとかまた副を抱えちゃったなとかそういうふうに思っている方も多いはずですだからこそプロ投資家の僕から株を始めた全ての人に知ってほしいそんな手法を解説した動画を無料でプレゼントすることになりましたこちらは基礎に加えチャートの形で判断する方法銘柄の選び方のコツといった内容になっており未経験の方でも分かりやすくなっています概要欄のリンク先にてメールアドレスを登録していただければすぐに動画をお送りいたします 最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE アット、ツイッター、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。